4月1日からツイッターを乗っ取ってさくらみくを閉じ込めていたね。でもさくらみくがお前らに会いたいって言うから仕方なく会わせてやるね。みんな、なんでミコのことほっといてたの？お前らどうしてだよ。今日は何度もミコダネにお願いして何度もアンケートを取ってもらったのに、ずっと返さなくていいって返さなくていいっていうのがこれ78,809票もあって、なんでこんなことが起こるんだよ。どう考えたっておかしいだろ。抜け主のもう一回やってくださいってお願いしたんだけど。